慶吾公園側から見た、ソラリアターミナルビルライオン広場、西鉄福岡駅ホーム西鉄天神、高速バスターミナルソラリアターミナルビルは、九州最大の繁華街である、福岡市中央区天神に位置する、西日本鉄道最大のターミナル駅である、西鉄福岡駅の駅ビル。駅の他百貨店、バスターミナルなどで構成される、複合商業施設である。 西鉄福岡駅ビルとは異なる。大手私鉄である西日本鉄道による西鉄福岡駅周辺の再開発事業、天神ソラリア計画の第二期工事かつしたる建設工事として建設された。駅のほか日本有数の規模を誇る西鉄天神、高速バスターミナルや福岡三越などが入居している。位置関係としては、西はソラリアプラザと敬吾公園に 北はきらめき通りを挟んで、ソラリアステージに接している。東は渡辺通りに、南は国体道路に面している。かつて西鉄福岡駅南の高架下に位置していた、福岡バスセンターに出入りするバスやタクシーが、渡辺通りの歩道を横断して危険性が増していたことと、警護公園方面から渡辺通り方面に向かう動線を、 バスセンターが分断していたことから、天神ソラリア計画以前から行われていた、西鉄大無田線連続立体化事業に合わせる形で、交通施設の再編を行うことを主目的としており、1階にあったバスセンターを3階に、駐車場入り口、タクシーブースを4階に移設し、それぞれのアプローチ部を、西鉄大無田線沿いに南に伸ばして渡辺通りと、 直接接続しない構造とすることで、渡辺通り歩道との平面交差を解消し、合わせてビル1階に複数の東西自由通路を設けることで、渡辺通りと駅西側エリアを面的に接続させることに成功した。建築にあたっては、西鉄からの要請により仮駅は設けられず、既存の電車駅、バスセンターの営業を続けながら安全を確保し、 最短の工期で建物を完成させることを前提に設計が考えられている。具体的には、元々の西鉄福岡駅南側の高架橋を東側に渡辺通りギリギリまで幅を広げ、高架フロアに組柱と28.5メートルの大スパンを組み合わせた部柱空間を構築し、この幅の中で軌道切り替えを頻繁に行うことで通常営業を続けながらビル建設と 新ホームの構築が行われた。建物そのものも逆打工法を採用して工期の短縮を図った。常実のように高架全体を覆う構造でビルが建設された結果、南北の長さが220メートルにも及ぶという細長い構造のビルとなった。ソラリアターミナル駐車場はソラリアターミナルビル4階から8階にある 立体駐車場で収容台数は460台。駐車場の入り口はビル南部の渡辺通り地区に設けられており、そこから西鉄天神大牟田線脇のスロープによりビル4階へ侵入する。このスロープは西鉄天神高速バスターミナルへ向かうバス専用のスロープと一部共用している。4階にはタクシー乗り場が存在する。また地下3階には ソラリアターミナル地下駐輪場も存在し、1階の駐輪で自転車100円ミニバイク150円となっている。全フロアに福岡三越への入り口があり事実上福岡三越の駐車場として機能しているほか、4階にはソラリアステージ及びソラリアプラザへの連絡口がある。駐車場の入り口が天神地区に存在しないため、他の天神地区の駐車場と比べて、 利便性がやや悪く、西鉄では天神の真ん中なのに、実は穴場の駐車場ですをキャッチコピーとしている。ありがとうございます。